ロバタ焼き、ロバタ焼きは日本の田舎屋風の店舗で店員が魚介類や野菜を炭火で焼いた料理を提供する居酒屋の一形態を指し第二次大戦後の宮城県仙台市で発祥したとされている。なお、店舗が提供した食材を客が自分で調理する場合はセルフロバタ焼きとも呼ぶ。魚介類の炭火焼きは仙台に限らず世界で古くから行われていたと 考えられるが、戦後占領期、1945年から1952年にあたる1950年、昭和25年に、東北地方の民族学に精通した、天江富也、189年から1984年、仙台市出身が、宮城県仙台市に開いた、飲食店、ロバタにより、この故障が生まれたとされる。仙台空襲にった同では、 経済的に余裕のある層を主な顧客とした市内の花町に同店は開業した。なお、一般の庶民が飲食をする場合は、横丁の店、あるいは仙台駅周辺の屋台を利用するのが一般的であった。戦後占領期の仙台には GI が多数おり、彼らは仙台駅北側の X 橋、宮城の橋周辺や仙石線新潟駅、新中群、 新潟県キャンプに隣接する新潟県工事などの GI 向け飲食店を利用しており、当時はベドルが圧倒的に強かったこともあり、日本人と GI は住み分けていた。また、1960年代以前の日本の農業では、人糞を使っていたため寄生虫の問題があり、生野菜を食べることはなく、冷蔵庫も普及前であったため、野菜は加熱するか塩漬けするなどして、 食中毒を回避していた。それに加えて、当時はエネルギー革命前で都市ガスが普及しておらず、食材の加熱には炭火、直火焼きが用いられた。肉食は明治以来すでに普及していたが、戦後のハイパーインフレーションの中で、畜肉は高級品であり、魚介類が当時の食の中心だった。このような事情を踏まえ、ロバタでは、いろバタに、店主。 料理人が陣取り、炭火で、旬の野菜や、魚介類を焼き、会話中の店主、料理人が中座しなくてもよいよう、出来上がったそれらを、掘り返しベラという長いしゃもじで離れた客に渡すという、スタイルが定着した。当時、料理のほか、甘えのトークを売り物にしていた、ロバタには、様々な富裕層や、知識人が集まり、一種のサロンとなった。このスタイルは、 サロンを開けるほどの和術や知識を持たない店主、料理人でも模倣できたため、ロバタのような特性を持たない、サロンではないステレタイプで、日本各地に伝播した。現在では、それがさらに簡略化され、店舗や料理人の有無に関係なく、客自らが炭火で調理する和風のバーベキュー、主に魚介類の網焼きをも、ロバタ焼き、あるいは、ロバタと呼ぶ例も多い。現在、 仙台の飲食店、ロバタは、移転、代替ありして続いている。また、他にも、ロバタ焼きを名物とする都市として、釧路港を擁する北海道釧路市があり、同市は、ロバタ焼きの発祥地として、シティセールスも行っている。他方、仙台市の南東に隣接する名取市のゆりあげ港で1980年頃から始まった、ゆりあげ港朝市では、セルフロバタ焼きが、 名物になっている。ちなみに、ロバタ焼き発祥年とされる1950年、昭和25年の仙台では、小肉ではない牛タンから佐野啓志郎、山形県出身が、牛タン定食という名物メニューを、自身の店舗、助けにて生み出すが、甘いのロバタ焼きと同様、当時のエネルギー事情、食料事情、食中毒対策等が、その成立の背景となっている、甘え、 佐野の両人は、それらを生み出す前に地元を出て、東京県在住経験がある。なお、1950年、昭和25年当時、ロバタ及び、助けが、法的に1941年、昭和16年から1969年、昭和44年まで存在した、外食券が必要な外食券食堂であったか、必要としない、増水食堂であったかどうかは不明である。 宮城県仙台市は、第二次世界大戦における仙台空襲、1945年7月10日、で、仙台市都心部が、焼けの源になった。戦後占領期の1950年7月2日、大崎八幡宮の五神酒酒酒屋、天正酒造、当時の仙台市八和田町の三男、天江富也が、同社の日本酒の販路拡大を機として、仙台下流会の中心地、本土町、 現在の歓楽街国文庁の一部に開いた郷土指定ロバタがロバタ焼きの発祥の店とされる。店名のロバタは林香織院の住職が命名した。富谷は大正期より児童文化活動家として知られ、昭和初期に発生した第一次こけしブームの火付け役の郷土仕屋でもあり、後に宮城県民芸協会の初代副会長も務めた。また、 野口宇城や山村墓長、竹久夢二、三大慶州家人と言われた、柳原百白蓮、九条武子、原麻尾、さらには宮沢賢治、永六助など幅広い交友関係を持っていた。ロバタのマッチラベルは、売れる前の胸方志向が描いた。すなわち、客が仙台の文化人、趣味人でもある富屋と、いろりを囲んで会話を楽しむサロン的な店が、 ロバタであったようである。1960年頃には、ジェームズ・カー・カップも来店した。一方で富谷は、1924年に、コケシュ等の民芸品を扱う、小家し道を開店しており、ロバタにも様々な骨董品が飾られたようだが、ある時、店主の知人が店に飾るための開店に祝いとして、大きな木べらをプレゼントした。しかし、これは飾られることなく、 客に酒や料理を差し出す、柄付きの盆のように使用された。これが後に全国に広まるロバタ焼きの特徴の一つになった。市内に本店と支店が同時に存在した時期もあり繁盛した。その後店は何度か移転し、主人も代替わりしたが、現在も同市の歓楽街、国分町、稲荷、工事沿いに、元祖ロバタの店名で存続している。ロバタの一番弟子が、 大阪府で2番弟子が北海道釧路市栄江町で他3人の弟子が青森県や福島県などでロバタ焼きの店を出した大阪府の店はすでに閉店1953年釧路の弟子は仙台と同様にロバタとの店名で店を出した同店では釧路港で揚がる魚介類も焼いて出すようになったこの釧路の ロバタのメニューを踏襲した形で、日本各地にロバタ焼きの店が広がったとされる。ロバタ焼きの店は、昭和40年代には全国に1万店以上あったと言われる。現在、セルフロバタ、セルフロバタ焼きなどと呼ばれる、いろいろとそれを囲む座席を提供するだけの店舗も存在する。このような店舗では、食材等は持ち込みであったり、店から買ったりするが、 焼くのは、客、セルフ形式である。店舗は常設のものと仮設のものとがあり、バーベキューやセルフの書き小屋のような形式となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。